皆さんこんにちは、フォーチュンカウンセラーのサラです。今日もカモアンタロットでリーディングしていきたいと思います。2020年ももうそろそろ終わりに近づいてきました。2021年、あなたの恋愛運、仕事運、対人運、金運はどうなるでしょうかということを今日は占っていきたいと思います。いつもご視聴いただいてありがとうございます。チャンネル登録とかコメント、グッドボタン、とても嬉しく思っています。まあね、2020年もそろそろ終わりに近づいてきました。今年はコロナがあって、本当に世界中で大変な1年だったと思うんですが、まあ、来年はみんなにとってね、いい1年になるように、私もこの期待を込めて今日リーディングしていきたいなと思っています。今日もいつも通り、カムアンタロットでリーディングして、メッセージね、アドバイスメッセージとしてクイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルのオラクルカードを使っていきます。では、いつも通りの3択で、この紫、緑、青、この3つのボトルの中から1つ直感で選んでくださいね。はい、では紫のボトルの方からリーディングしていきます。2021年ね、いい年を迎えたいですね。はい、見ていきます。はい、紫のボトルを選んだ方、もうまさにこの1年を表しているのかなっていう、この過去のカードが出ましたね。で、3枚のカードは全て正位置を、ね、になっているので、2021年はこれはもう本当にいい年になるんじゃないかなと思います。で、過去のカード、この1年間ね、振り返ってみて、本当に仕事もそうだし、お金もそうだし、まあ、人間関係、いろんなところでしんどかったんじゃないかなって思います。これは多分紫のボトルを選んだ方だけじゃないと思いますけど、本当になんかこう、いろんなこの1年間の苦労がこのカードから感じられます。でも安心してください。現在から未来にかけて、本当にバランスのいい、ね、あの未来、2021年はいい年になるんじゃないかなっていうのが、このカードからは現れています。それこそ今までの苦労が本当に実を結ぶのかなっていうような、とってもいいカードになってます。法王と正義、なんて言うんだろう、とっても権威的なカードだし、正しいとか、今までしてきたことを周りから認められて、人としても尊重されるし、お金ももちろん稼いでいける。そして人間関係、恋愛、いろんな意味でいい自分にとってのバランスの取れた相手、とってもその対等な関係性の人間関係とかで、恋愛にしても自分の、まあ、レベルが上がるような、そういう人たちとの出会いがあるんじゃないかなっていう、そんなカードになってます。なんかもうこのカードを見てると、私がすごく嬉しくなるような、本当にいいカードなので、紫の方は来年それをしっかりと自分の中でこの言葉を覚えていてくださいね。そしていいことが起きるんだということをしっかりイメージして、自分でその未来を作っていってもらったらいいんじゃないかなって思います。いかがでしょうか。では
オラクルカードのメッセージをお伝えします。はい、オラクルカードはこちらです。はい、オラクルカードのメッセージは極端さ、ホットムーンということになってます。まさに私がさっきこの1年大変でしたねということがここのメッセージからは読み取れます。このカードのメッセージは、人生においても極端な状態を体験することがあります。死ぬこと、失業すること、人間関係の破綻、深刻な対立などいろいろとその経験をしてくる。それが人生なんだから当たり前なんだっていうことがこのメッセージからは読み取れます。でもその経験をしたからこそ次の未来があるっていうことをしっかりとあなたは、認識してもらったらいいんじゃないかなと思います。このカードはそういう極限状態もやがて過ぎ去っていくんだっていうことを思い出させてくれるカードになっています。しっかりと経験は記憶に残しながらもその経験をもとにこれからの先ポジティブに未来を作っていってください。いかがでしょうか。参考にしてみてくださいね。以上で、紫の方のリーディングを終わります。ご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では次緑のボトルを選んだ方のリーディングしていきます。うん、まあやっぱり、ね、緑の方のリーディングもこのようになりましたけれど、ちょっとやっぱり今年はどうしてもコロナの関係でもう仕事が大変だったなっていうのがこのカードから現れてます。で、仕事がに行けない、テレワークになるとか、またあるいは失業するとか、本当に大変なこの1年間がこのカードの中に現れています。でも来年2021年あなたのその魅力がまた開花していき、何かいろんな人間関係を引き寄せたりとか恋愛を引き寄せたりするっていうのはこのカードの悪魔のカードからは見受けられます。で、その先にある月のカードが逆になってますが、この月のカードが逆になっているのは少し経済的に不安な気持ちを持つのかなっていう、そういう気持ちはそういう感じはあるんですが、あなた自身がそこでしっかりと節約さえすれば経済的な面も問題なくいくと思うし、あなたにとっての対人関係、恋愛関係、仕事全てにおいてあなたの魅力が発揮される一年になるんじゃないかなと、そんな気がします。あなた自身の持ってるカリスマ性とか、あなた自身の魅力をあなたがしっかりと自信を持って磨き上げていくことが来年1年間のテーマになるんじゃないでしょうか。参考にしてみてくださいね。では、オラクルカードのメッセージをお伝えします。オラクルカードはこちらです。オラクルカードのメッセージは需要というカードになります。あなたが今自分が置かれている状況と今の自分を受け入れていきましょうというカードになっています。さっき私がタロットリーディングで言ったように、あなたには魅力があります。あなたにはカリスマ性があります。
それをあなた自身がしっかりと認めてあげることで、あなたは輝いていきます。オラクルカードのメッセージも同じようなことが書かれています。またこのカードのメッセージから読み取れるのは、あなたがその自分の魅力を受け入れることによってさらに輝いていくでしょうというカードになっています。しっかりとそのありのままの現実を受け入れて、また自分自身を磨いていかれることが、2021年をハッピーな1年にすることになると思います。しっかりと受け止めてみてください。いかがでしょうか。以上で、緑の方のリーディングを終わります。ご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では次、ブルーのボトルを選んだ方のリーディングしていきます。はい、ブルーの方のリーディングはこのようになりました。やっぱり同じですね。過去もこのね、コロナの大変な1年間が大変だったっていうことがやっぱりここに現れてます。ガンガン行きたかったけれどもうまくいかなかったとかね、動きたくても動けなかった、いろいろなその苦労がこの過去のカードから現れていますね。それがなければ本当にこの1年ハッピーだったかもしれないけれども、もうたらればはないからね、この過去この1年間苦労してきたことをしっかりと自分の身にね刻んでいったらいいんじゃないかなって思います。そして現在から未来にかけて、現在はあなたにとっての、転換期なのかなっていう気もします。この、仕事に関しても私生活に関してもいろんなことを見直していい選択をしていくことが今迫られているのかなとは思いますね。だからこの1年間しんどかったこと、もしかして失業したのかなとか、恋愛で失恋したのかな、別れたのかなっていろんなことが想像できますけれども、前向きにここで選択をしていき、この来年以降にかけて自分自身で全てを自由に選んでいくことができるんだということを、自分の目標をしっかりビジョンを立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。このね、悪魔のカードっていうのは、正位置に立ってるっていうのは本当にカリスマ性があったりとか魅力的なカードになります。なのでこのルマット、自由に未来を向いていく、これをあなたのカードだと置き換えてもらったら、あなたは自分がどういうふうになりたいのかということをしっかりとビジョンを立てることによって、2021年仕事も金運も恋愛、対人関係すべてにおいてあなた自身がつかみ取りに行く、あなたの力でそれが開けていくっていうことを信じてもらったらいいかなと思います。これはね、人のおかげで成り立つものではありません。あなたの自分の力でその道を開いていけば、しっかりと掴み取ることができるっていうカードになってますので、自分を信じてもらったらいいかなと思います。いかがでしょうか。では、オラクルカードのメッセージをお伝えします。オラクルカードは主権、言ったら主導権を握っているのはあなたですというカードになります。さっき私がタロットリーディングで言ったように、
あなたは人の力を借りて未来を開くんじゃなくって、あなた自身が自分のビジョンをしっかりと持って進んでいくことによって全てをつかみ取ることができると言いましたけれども、このオラクルカードのメッセージもそのようになっています。しっかりと主導権を握るのはあなたなので、思いやりと自信を持って行動しましょうということになっています。まあね、タロットとオラクルカードがリンクするのはよくあることなんですが、まあ、今日のこの2021年の金運とか、まあ、総合運ですね、見ていく限りでは本当にリンクしたし、この今年1年間コロナで大変だったことが本当に浮かび上がってきたなと思います。だからこそ2021年皆さんにとって素晴らしい1年になりますように私は祈っています。みんなで一緒に頑張りましょう。以上で、ブルーのリーディングを終わります。ご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。